丹沢山地交渉国境尾根白石峠。白石峠は丹沢山地西部、神奈川県足柄上郡山北町と山梨県南鶴郡道志村の境にある標高1307メートルの峠である。大室山から三国山へ伸びる交渉国境尾根の東部にある峠であり、加入道山と水晶沢の頭の中間に位置する。峠の東側は、 丹沢大仙国定公園に指定されており、西側は横浜市水道局の水源源管用林として管理されている。国土地理院や秋文社の地形図では1307メートルのピーク上が白石峠の扱いとなっているが白石沢へ下る登山道が分岐する白石峠分岐はピーク北側の標高約1290メートルの安部に位置しており、 白石峠の標識もこの暗部に設置されている。破風口から見た白石峠。国土地理院などの地形図では写真左のピークを白石峠の標高点としているが、実際の峠はピーク右側の暗部にあるブナやカエデ類などの樹林に覆われた白石峠分岐今は登山者や林業関係者しか訪れない静かな峠であるが、かつては上、峠やお茶に残しっぱとも呼ばれ、 相模の中川、宝木沢集落と海の上、同市地域とを結ぶ交易路として利用されていた。現在、神奈川側は白石沢沿いに峠まで登山道がつけられ、東海自然歩道の一部として整備されている。山梨側の峠道は廃道となっているが、加入道山の手前から同市へ下る登山道がつけられている。しかし、この同市へ下る道は歩くものが少ないため、 やや歩きにくい道となっている。白石峠の名は、その名の通り白い石に由来するものである。西丹沢地域の多くは、地質的に東ナル岩や石英戦力岩、半霊岩などの新生岩類で構成されているが、西丹沢地域の中央部を流れる中川側の上流部の白石沢に入ると、東ナル岩の割合が少なくなり、大理石やホルンフェルスなどの変成岩が確認できるようになる。 この白石沢や白石峠を挟んで山梨川へ流れる湯花の沢は大理石が多く見られる沢であり、前者の上流部には大理石の岩壁を流れ落ちる白石の滝があり、沢沿いの登山道から滝の姿をわずかに望むことができる。また、後者の沢の上部ではかつて大理石を採集した跡が見られる。このように峠の両側に大理石の白い石が多いことから、 白石峠と呼ばれてきた。なお、この地域の大理石や、ホルンフェルスなどの鉱物は、神奈川県の天然記念物に指定されており、採取は禁止されている。中川川支流の城、石沢白石沢源流部の登山道上に露出した、大理石大室山西側の羽生口付近から見た、白石峠周辺の山々あずが丸避難小屋の内観もよりの山小屋は、 加入道山山頂付近に位置する加入道避難小屋であるが、日の木道丸の青が竹山荘を除いて、丹沢山地西部の山小屋は無人小屋であり、宿泊の際は寝具や自炊具などの登山装備が必要となる。ありがとうございます。